みんな、私が最高のおつまみレシピを教えてあげるよ。今日は飛沫エビの鎖焼きだ。名前にビビった。だって、飛沫とか聞いたことないよね。でも、これが最高なんだよ。聞いてくれ。まず、飛沫エビっていうのは、エビの形が一つつながっているんだ。すごく可愛いんだけど、焼くとさらに美味しい。作り方はめっちゃ簡単だから、初心者でも大丈夫だよ。まず、エビをシャキッとさせるために、塩水で漬けておくんだ。そしたら、キッチンペーパーで水気を取って、串に刺すんだ。でもね、ここで注意。串には少しスペースを空けて刺すようにしてね。鎖みたいにね。次は美味しいソースを作るよ。みんな大好きなガーリックバターソース。鍋にバターとみじん切りにしたニンニクを入れて香りが出るまで炒めてね。それから醤油とレモン汁も加えて全体が馴染むまで混ぜるんだ。最後にエビにこの美味しいソースをたっぷり塗ってグリルで焼くだけ。いい匂いがしてきたら焦げ目がつくまで裏返してね。出来上がり。飛沫エビの鎖焼き、めっちゃ美味しいよ。見た目もキュートだし、食べる時の楽しさも最高だよ。ぜひ試してみてね。さあ、パーティーを盛り上げよう。